は光産業である LED 関連の企業を集積する LED バレー構想を立ち上げました。まず徳島県について簡単にご紹介いたします。徳島県は日本の四国というところの島の東の端にございます。徳島では自然豊かなところで、まずには阿波踊りが開催されます。これは日本でも有数の踊りで、全国から130万人が訪れます。また観光地としては鳴門の渦潮が有名です。渦の大きさは大きいもので15メーターに及びます。このような徳島ですが、どうして LED バレー構想が立ち上がったかと申しますと、LED の各色 LED の世界的な生産メーカーである西谷化学工業の本社が本県に立地しております。このメリットを生かし、徳島県では LED 関連の企業を県内に集積する LED バレー構想は2005年に基本計画を策定いたしまして、2007年から4年間第1期の行動計画を策定いたしました。で現在は第2期の行動計画、2011年から2014年の行動計画を策定しております。で目標としては LED の売上高が500億円、新規雇用が1000人を目標としてやっております。具体的には開発生産戦略、販売戦略、ブランド戦略に取り組むことによって目標を達成する予定でございます。開発戦略では県の工業技術センターに LED の光学性能を評価する設備を導入いたしております。また今後安全性能を評価する装置も導入する予定です。また工業技術センターは県内の企業とも共同研究を行っており、 LED やリチウムイオン電池を利用した研究開発を行っております。販売戦略では新宿に常設の展示場を設置しております。県内企業の製品をここに展示いたしまして、来場者とフェイス2フェイスで商談が行える体制をとっております。また県の工業技術センターにも LED 関連企業の技術力をアピールするための出展を行っております。ブランド戦略では光の88箇所の認定というのを行っております。徳島には88箇所のお寺を巡礼するという風習がございます。これになぞらえて光の名所を88箇所認定するという制度をスタートしております。現在までに48箇所が認定されております。またLED とアートを融合した LED アートフェスティバルも徳島市で開催されております。最後にブランド戦略では認証制度をスタートさせる予定です。徳島ブランドを日本だけでなく世界に向けて販売することを計画しております。最後になりますが、LED の関連企業になっていただきますと様々な優遇制度がございます。まず、企業の支援ですけども、新しく工場を新設したり増設したりしますと、その費用の 20% をサポートすることになっております。最大で 20% までサポートいたします。また125億円のファンドの運用益を活用いたしまして、LED の開発に必要な援助を行っております。以上で説明を終わります。